うん、全部解除する。んで、ブロックなしにするから。キャスね。連投コメントは、まあ正直迷惑なので、ブロックするけど、悪口も自由にさせるんで、ある程度。連投じゃなければ。自由にさせます。うん、まあ、俺もそうだけど、ストレスみんなにぶつける時もあるし、まあみんなもストレスあんでしょう。うんまあそういうのも含めてよ。もうちょっとなんかさ、悪口もちょっと楽しめるような環境を作りたいなと思ってるだけ。うん。ただ別にわざわざアンチを仲間にしたりとか、そういう風にしたいとは思わないけど、うん。パンチになってもらいたいなと思ってるだけ。うん。どうした急に？違うよ。それも楽しいってあるじゃん。毎回毎回リスナーと戦ってるのは疲れてるし、飽きてきちゃうけど、たまに悪口の中でもこうやって言い合いながら冗談で返したりとかも混ぜながらやっていけば、まあ、他のリスナーもその叩かれたりとかこうやって言われてるリスナーも楽しめるような放送をしたいの。ニコ生時代でそうやってやってきたんだから、うん、いつしかなんか囲い放送だけの放送になってる完全なのさ、なんかちょっとさ悪口っぽいのでこうやっていじってきてるコメントまでブロックしてるっていうのはちょっと良くないなと思ってるだけよ。うん、そうちゃんがいましたよ。まあそう思ってるだけ、うんうん、まあ楽しくやりたいね、うん、まあこれは金に余裕がないから多分さ、金に余裕がある人ってさ何でもさ余裕があるじゃん。でも金に余裕がないから余裕持った方がいいなと思ってて、放送で、うん、そうそう見せ金じゃないけどさ、見せ金を持ってるように見せてそのお金は使えないよみたいな感じに似てるようなもんだよ。まあちょっとね、おお、すげえな、うん、まあそういうのをちょっとやっていくよ、うん、っていうかさ、もう昼間になるんで寝ていいっすか？寝ていい？ちょっとまあシャワー浴びてちょっと寝たい、うん、1時まで寝たいと思ってるんでちょっと寝て放送やる、うん、ちょっとシャワー浴びて本当に、うん、暑いからさ、なんでちょっと多分次やるとき携帯電話で配信する。多分ねすごいラグがあるんだよこれ、電波が悪くて、うん、そうそう、まあちょっとねまた放送やるんで、はい、まあその時見てください、はい、ネタ帳持ってきてるのにそれはやってないからな、うん、あお疲れさん。